これが僕。できた。この日は病気や障害を抱える子どもたちとそれを応援する人たちの手形を集めて世界一大きな絵を作り東京パラリンピックで掲示しようというハンドスタンプアートプロジェクトのライブがここ東京大学で行われました。僕がこの活動に参加したきっかけは高校の時に初めてできた友人からの連絡でした。今度障害児支援のプロジェクトを立ち上げるから手伝って。そこから音楽を通じて子どもたちの応援をしてきました。今回のライブは東京音大の方々が子どもたちと一緒にオープニングアクトを務めてくれます。少し緊張気味の子どもたちとママ、この練習会にはなんと小笠原諸島から駆けつけてくれたお友達までいました。ガチャガチャのカプセルで作った楽器でみんな一気にノリノリに。普段は初めての場所が苦手な子どもも多く、音楽を通じた子どもたちの反応にママたちもびっくりしていました。じゃあ振りましょう。シャン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 、いいよ。みなさんこんにちは。はい、こんにちは。みなさんこんにちは。はい、お隣さんにこんにちは。ラララ歌えば楽しい。みんなで遊びます。こんにちは。そしてここにもびっくりが。ここ後から聞いたのですが、初めて人に合わせて自分からドラムを叩いた瞬間だったそうなんです。この子の名前ははるくん、10歳、ちびっこドラマーの男の子です。ロックとパパが大好きなはるくん、そこにははるくんが生まれる前からの絆がありました。はるくんが生まれる前、パパとママは不妊治療を頑張ってきました。そして授かったのがはるきくん。ところが担当医から出生前検査をしてみてはと提案されました。出生前検査とは血液を分析して胎児にダウン症や心臓病などの疾患があるかどうか判定する検査です。2016年産婦人科の医師のグループが調査したところ、この検査でダウン症などが確定した人の 97% の妊婦が人工妊娠中絶をしたという発表がされました。医師から検査を勧められたパパ、パパはこう言いました。私は産むことしか考えていないので、治療とならないのなら受けません。生まれてすぐぐらいにもうダウン症の診断が出て、すぐですかね、多分妻の方でいろいろ本かなんかに調べて、帝心病院っていうところでダウン症のそのいわゆる領域みたいになってるっていうのがあって、いろいろ最初も歩けない、ね、最初もすぐ歩けないし、ハイハイもできないし、立つこともできないかもしれないっていう中で、なんか思ったよりも自分たちの想像よりは順調に育ってくれたかなっていうのがあって、それに関してはすごく息子には感謝をしていますね。はい、大きくなりつれて、こうなんていうんですかね、こう同じ同世代の子とのやっぱりこう差がやっぱできたりとかすると思うんで、それをやっぱりどれだけ何だろうかな、こう埋めてあげられるかとか、あとはその社会の環境に適応できる能力をどれだけ持たせてあげるかっていうのをちょっとやっぱり考えていかなきゃいけないのかなっていうのは思いますけどね。でもそうですね、多分いろんな形の障害の子があると思うんですよ。それはもうその視体だったりだとか、いわゆるその知的だったりとか、もしくは目だけだったりだとか、もしくは耳が聞こえないとか、でもおそらくそういった何て言うんですかね、こう一つ一つのハンディキャップを、これがダメだからというよりも、なんかもう少し何だろうな、こういろんな部分が共有できるような、社会が
ってきてくればいいのかな。先ほどの発表には続きがあります。厚生労働省がダウン症の人5000人余りを対象にしたアンケート調査の結果、 80% 以上の人が幸せに思うことが多いという結果が出ています。皆さんはこのことを知っていましたか？もういいってば。生まれてすぐガラス越しに見えたハル君の顔を見て、きっとダウン症だねと言ったママに、パパはこう言ったそうです。きっとそうだろうね、けどうちの子が一番かわいいね。迎えた本番当日、この日は出演者の子どもたち35人、ボランティアさんが25人、お母さん同士の声掛けでこれだけの人が集まる絆の深さに驚きました。大人でも緊張する大きな舞台、子どもたちも少し緊張気味です。いよいよ本番が始まります。ハル君のドラムに合わせて客席や通路からみんなが集合してきます。そしてみんなが大好き妖怪ウォッチを会場の子どもたちも一緒になって歌いました。練習の成果バッチリ出てました。とってもかっこよかった。次に登場してくれたのは佐藤ひらりちゃん。生まれつき目が見えない彼女ですが、だからこそ得をしたこともあるんですとお話ししてくれたのがとても印象的でした。この曲は Get in Touch という違いを楽しむまぜこぜ社会を作ろうという団体のテーマソングです。当日はこの曲が大好きで大好きで会場まで駆けつけてくれたお友達もいました。ひらりちゃんの透き通るような、そしてその中に芯がツーンと入ったようなとっても綺麗な歌声、会場に本当に綺麗に響き渡りました。僕もとってもファンになりました。そして僕もひらりちゃんとデュエットしました。この曲はハンドスタンプアートプロジェクトのテーマソング、命の花。お母さんたちにお子さんへの手紙をたくさん書いてもらい、そのお手紙に僕が曲をつけて出来上がった曲です。この日この場所でひらりちゃんとしかできない演奏ができました。自分でこの曲書いておいてあれですが、いい曲だなぁ。冗談はさておき、ひらりちゃんのどこまでも遠くまで飛んでいくような歌声とのハーモニー、いつまでも歌っていたいような時間でした。手をつなげば
そばにいつもいるよ。いつも君といるよ。そして最後は家族の愛情たっぷりのチュー写真の前で初めてのチュー。パパが子供に、お兄ちゃんが小さな妹に、スクリーンに大きく映るチューの写真はいつも僕の心をぐっと掴んで、幸せとはどんなことかを教えられるような気持ちになります。東京大学で行われたハンドスタンプアートプロジェクトライブ、家族の数だけ愛があって、子供たちの数だけ絆がある、そんなことを心の底から感じられた一日でした。やったよー。初めてのチュー、君のチュー。